切なさと儚さを兼ね備える桜、可愛さと甘酸っぱさを兼ね備えているにゃんこ。今年は東京の桜開花予想は3月23日頃、京都の桜開花予想は3月27日頃にゃ。満開はだいたい開花から4日後になるにゃ。気温や地域によってズレがあるので注意にゃ。申し遅れたにゃ。私、桜餅が大好きな猫先生でにゃーる。よろしくにゃ。早速一つ目のニュースにゃ。まだまだラブロマンスは止まらない。ときめきにゃんこ学園イベント実施中にゃ。3月14日から限定ステージシーズン3修学旅行が登場にゃ。クリアで稀に EX ステージが登場するみたいにゃ。あの子の呼び出しに応じれば伝説のラブレターが手に入る。猫先生は学生時代に缶を蹴ってガラスを割った時に先生に呼び出されてこっぴどく叱られた思い出があるにゃ。これは悪い呼び出しの例にゃ。2022年3月19日から3月20日23時59分まで週末限定ウィークエンド告白ステージも登場にゃ。あの子に思いは届くのか、絶対見逃すにゃ。にゃんこスクラッチやログインボーナスなど詳しい詳細はゲーム内のお知らせをチェックにゃ。続いて2つ目のニュースにゃ。つい最近バージョン 11.4 のアップデートが入っているにゃ。猫先生がピックアップして紹介しちゃうにゃ。まずはわたたびと本能玉貯蔵庫に何がいくつ収納されているのかが分かりやすくなったにゃ。今までの仕様も猫先生は好きだったけどリスト化されたことで本当に分かりやすくなったにゃ。そして次に教習ステージについてにゃ。1回クリアするごとに待ち時間が発生する今までの仕様から、ステージによっては一気に複数回クリアするまでステージを連続してプレイできるようになったにゃ。もちろん複数回クリアすると待つ時間も長くなるにゃ。がっつりプレイしたいタイプのお友達は嬉しい調整にゃ。猫先生は授業の合間に教習ステージをこなしていたにゃ。でもこれでお家に帰った後にも腰を据えてプレイできるにゃ。シンプルに嬉しいにゃ。これから卒業式や新学期に向けて猫先生準備をするにゃ。今日は短縮授業にゃ。春休みの人は計画的にお休みを楽しむにゃ。にゃんこ TV では皆様からのお便りやコメントを募集しているにゃ。トリビアやこの番組へのご意見ご要望どしどし待っているにゃ。お便りは動画概要欄にあるフォームから送信することができるにゃ。次回もお見逃しなくにゃ。チャンネルを登録してにゃ。あの子に届け、この思いにゃ。